これを大きくしよう。うん、これを大きくしよう。スライドしよう。はい。本当になってきてる。画面共有。はい、お疲れ様でした。まあ、ぼちぼちやりましょう。では、この後の、橋梁の点検、診断が終わった後に、まあ、補修をしなきゃいけないんですけども、亜硝酸リチウムを用いた補修の設計施工指針案というのを作りました。それで、この後の補修に少し関係しますので、それの紹介をさせていただきたいと思います。こんな冊子ですね。亜硝酸リチウムを用いた補修の設計施工指針の提案ということで、まあ、内容的には劣化レベルに応じた適切な亜硝酸リチウムの適量の選定方法というのが提案されております。また劣化状況がね、まあ、劣化状況が予防保全段階か早期処置段階かによって違いますから、劣化状況に応じた各種の補修工法の選定というのがね、ありますので、そういう提案をするという、こういう冊子であります。コンクリートメンテナンス協会で作った冊子になります。で、この冊子作りにあたってはですね、かなり多くの方の協力を得ました。で、まあ、編集、まあ、これは亜硝酸リチウムの活用を本格化してくる中で、まあ、頼りになる指針の作成が必要ではないかという声から、編集委員会を結成しましてですね、委員長、幹事長、幹事団編集委員が、まあ、作成した。本の中に、それらの役員の名前は書いてます。で、これを手前勝手にしてはいけませんので、アドバイスをね、してもらうということで、京都大学の名誉教授の宮川先生のほかですね、大変多くの先生方にご協力をいただいて、作ったものであります。完成は昨年の4月ですが、まだまだ案の段階でですね、試行錯誤などの充実をしなきゃいけないというふうに思っております。どういう内容かと簡単に申し上げておきますと、亜硝酸リチウムと用いた補修方法にはですね、表面保護、表面から表面眼振したり、表面被覆したりですね、場合によっては一部の断面を剥離取って断面修復するという表面から保護する方法とですね、ひび割れから、ひび割れが入っていると、ひび割れのところはですね、鉄筋、ひび割れといってもいろいろあるので、初期ひび割れでなくて、鉄筋が腐食したことによるひび割れもあると思うんですね。でそういうひび割れは、その多くの鉄筋がひび割れて、鉄筋が腐食しておるわけですから、ひび割れから注入してですね、鉄筋の保護をするとかね、そういうことができるんじゃないか。で、ひび割れ補修工法とか。で、あるいは内部圧力ですね。内部全面が、やられてるとかね、鉄筋の位置がやられてるなんかの時に、特にアルカリシリカ反応なんかはコンクリートの内部が膨張してるわけですから内部圧力方法は適切ですが、そういう方法、まあ、簡易型と、通常の圧力方法でこんな方法別にですね分けて、これをですね方法別マニュアルで詳細に設計施工法を施工法も書いております。で共通編とですね、工法別マニュアル編というのが、工法別マニュアル編というのがありまして、共通編の方は、まあ共通の課題ですけども、まあこれ見たら大体 全容がわかるようにしておりまして、本指針の構成とね、前章を通じた用語の定義なんかをとりあえずしてですね、亜硝酸リチウムの特性をまず示した。亜硝酸リチウムってどんな効果があるのということを示してね、劣化抑制のメカニズムとか、ね、品質規格などを示して。で、3章に亜硝酸リチウムは補修工法の選定の考え方、塩害とか中性化による鉄筋腐食の場合の着目した補修工法の選定と、
アルカリシリカ源、アルカリシリカ反応による膨張抑制に着目した ASR の補修工法の選定とかね、を書いて。で、補修工法の選定の考え方のフローを示して、劣化過程と適用可能な補修工法の関係。まあ、これは補修のシナリオ作成みたいなものを書いたのが共通編でありますね。で、共通編だけで大体分かるようになっていますが、工法別にですね、少し設計、施工の要領も含めてですね、まとめようということで、表面岩心工法が1番、表面被覆工法が2番、断面修復工法が3番、ひび割れ注入工法が4番、5番目に圧入工法と、圧入工法の簡易型の圧入の工法というのを工法別のマニュアルの中に書いたということであります。では、指針の概要について簡単に触れさせていただきます。まあ、約1時間ぐらいいただきたいと思います。亜硝酸ニチウムの効能と品質について書く。塩害とアルカリシリカ反応による劣化の補修法。劣化因子に対応した補修方法。劣化の程度に応じた各種の工法の選定紹介という内容になります。じゃあ、亜硝酸ニチウムの効能と品質についてですね。亜硝酸ニチウムの効能はですね、亜硝酸イオンとリチウムイオン。この亜硝酸リチウムというのは、このイオン結合している製品であります。亜硝酸イオンは鉄筋の防食に効くのと、リチウムイオンはアルカリシリカ反応の膨張、吸水膨張を抑制するということから、ひび割れ抑制の効果があるということになります。で、亜硝酸リチウムをどういうふうな製品にするのかというと、できるだけ高濃度な方が、水に薄めると水は劣化の因子になりますから、できるだけ高濃度にしようということで 40% の水、これは限界濃度になり、水をできるだけ少なくするという 40% の濃度の水溶液にしている。で、この水溶液を注入する、注入とか表面皮膚するとかという。で、まあ、その、どのくらいの量を必要とするかというのは、劣化の程度に応じた必要量で、これ劣化の程度というのは、塩化物イオンがどのくらい入っているかとか、アルカリシリカ反応がどのくらい進んでいるかということで、必要量を選定するということですね。で、また、ここでは、まあ、安全性が大丈夫だよということで、安全データシートも、まあ、記述しております。で、亜硝酸リチウムは2種類用意しているんですね。まあ、亜硝酸イオンとリチウムイオンがイオン結合した化合物ですが、これの 40% 濃度にしているんですが、まあ、2種類用意している。これ、粘度を変えているんですね。粘度を見ますと、50メータパスカル石窟以下と20ということで、まあ、高粘性と低粘性で色分けをしているんですね。あとは濃度は同じです。ほとんど同じ。密度も同じ。pH も同じ。濃度だけを若干変えたものを、低粘性のものを黄色、高粘性のものをまあ、高粘性といってもそんなに粘性高いわけではありませんが、青色。で、低粘性のものはどうして低粘性にしているかというと、注入するからね。ひび割れ注入とか圧入とか注入するから、低粘性の方が望ましいと。で、岩心とか表面被覆とか断面修復の場合は、少し粘性が高いものにしているということで、2種類の、一般用と、浸透拡散用ということで、2つのグレードに書いている。亜硝酸イオンとリチウムイオンの効能ですが、亜硝酸イオンは不動多被膜を再生するということで、鉄筋の腐食を抑制しようというものになる。で、リチウムイオンはアルカリシリカゲル、これ骨材の周辺にシリカのゲルができるんですが、それを
吸水膨張するのを止めようということで、非膨張化するという効果があるということで、ASR 対策にリチウムイオンが効くと。塩害とか中性化による鉄筋の腐食を予防するための、予防というか抑制するための亜硝酸イオンということで、2つですね。両方に効くんで、いいんですが、鉄筋の腐食だけの時も、亜硝酸リチウムを、リチウム、亜硝酸イオンが必要だから、亜硝酸カルシウムとか亜硝酸ナトリウムとかいろいろあるんじゃないかという話ですが、亜硝酸リチウムにするのは、できるだけ高濃度にするためですね。水をできるだけ少なくして、亜硝酸イオンの亜硝酸リチウム溶液は、できるだけ高濃度にするですから、水が少なくなって注入できる、注入時間、塗膜できるとかいうことですから、亜硝酸リチウムを使うということにしているわけですね。ということで、ではですね、塩化物イオンの被害に対策についてはどうかというと、こんな鉄筋腐食をしているので、これはもうかなり限界ですね。供用制限されたような橋になりますね。これ、主菌がもう減肉してますからね。こうなる前に募集しようという話がね、この大事な話になりますね。で、コンクリート中における鉄筋の腐食の概念というのをちょっと示しますと、これは鉄筋がここにありましてですね、不動体被膜で覆われてるんですが、こんな厚い被膜ではありませんよ。もう見えないような、不動体被膜って数ナノメーターですから見えませんのでね、見えない被膜で覆われてるんですね。コンクリートのアルカリの中では、鉄筋は腐食しないように不動体被膜で覆われてる。ここにですね、塩化物イオンが侵入してくると、不動体被膜が破れてしまって、鉄がですね、水酸化第一鉄、第二鉄なんですね。で、これ、第一鉄、第二鉄というか、この赤サビとかになると、腐食膨張。鉄筋が腐食して膨張するんですね。膨張量は、鉄筋の直径の2倍から4倍に広がるんですね。で、これはアノードで仮想度ということで、アノードと仮想度ということで、腐食電池がね、形成されていくんですね。で、腐食はですね、鉄が酸素と、仮想度のところの酸素と、酸素と水がいるんですよ。酸素と水で、OH、ね、ここになって、水酸化第一鉄と水酸化第二鉄に化けるわけですから、例えば酸素をなくすというのはなかなか難しいですけども、水が少ない方がいいとなりますね。そういうことを考えると、できるだけ、抑制剤も水が少ない方がいいということになるんで、亜硝酸リチウムの効果が期待できるということなんですね。他に、亜硝酸イオンを与える方法としては、あまりありませんので、高濃度な亜硝酸リチウムが適切というようなことになるということですね。これは腐食のメカニズムなんですね。亜硝酸リチウム、亜硝酸リチウムの亜硝酸イオンがどう効くかというと、ここちょっと書いてありますが、不動体被膜の再生につながるということで、亜硝酸イオンがこの破れた不動体被膜を再生してくれるわけですね。ということで、腐食止まるという原理で亜硝酸イオンですね。じゃあ、どの程度の量の亜硝酸リチウムが必要なのかという計算をしなきゃいけなくなるんですね。亜硝酸イオンが必要な量を亜硝酸リチウムで、与えるとですね、塩化物イオンが高いほど亜硝酸イオンがたくさんあります。亜硝酸リチウムの必要量もたくさん必要になっているということでですね、これはですね、経験的な面も含めて、亜硝酸リチウムの必要量は、モル比で1、塩化物イオン量に対して亜硝酸イオンのモル比で1ということで設計しております。これ、設計施工指針ですからね、これで設計しようということになっている。多少の、必要量の安全
率は見込まれていると思いますが、まあ、こうしましょうということ、モルヒ1が適切だと。モルヒもっと高いとね、より、防食効果があるかもしれませんが、不経済になりますから、この設計施工指針では、モルヒを1にしましょうということにしているということですね。で、これの計算根拠みたいなものがいりますよね。亜硝酸、塩化物イオンが2キロの場合に、7.5 ぐらいですね、7.5 ぐらい、亜硝酸リチウムが必要だという計算が、どういう計算でできているのかということの紹介をしますとね、塩化物イオン2キロの場合、ね、産出に使用する原子量と式量というのを計算するとですね、塩化物イオンの原子量は 35.5、亜硝酸リチウムの式量は 52.9、 これは分子量、原子量で計算するとね、こうなるということで 52.9 で、コンクリート中の塩化物イオンのモル比数を K とすると式2の1よりということで、これはね、計算式が書いてあるんですが、35.5 に対して、2キロで 0.0563 になる。必要となる亜硝酸イオンのモル数 K2 必要量 X1 とすると、X1、K2 計算すると、これがモル比を1にすると、K1 イコール K2 にしなきゃいけないから、0.0553 となり、これ説明してもなかなか分かりませんよね。本にちゃんと書いてありますから、ちゃんとしっかり読んでいただいたらいいと思うんですが、硝酸イオンが46に対して X1 というのが計算されて、亜硝酸イオンの亜硝酸だけのイオンの質量量が X1 で 2.59 になるんですよ。この塩化物イオン2キロの時ね、2.59 になるんですよ。これ計算すると。で、亜硝酸リチウムの質量量はというとですね、亜硝酸イオンに対して亜硝酸リチウムのイオン量を計算しなきゃいけないから、これが、亜硝酸リチウムの質量量が 2.59 になるんです。亜硝酸リチウムの質量量です。これ 40% の水溶液にすると、質量量を今度 X3 にしてですね、計算すると、亜硝酸リチウム水溶液は 7.45 となるということでですね、2キロに対して、モル比1にするためには、亜硝酸リチウム 40% 水溶液の質量量は 7.45 キログラムの1粒あたりになるという計算なんです。この計算式は、一度後で、テキストなんかをゆっくり見ていただいて、まあ、これで計算してもいいんですけど、これで見ていただいてもいいんですが、7.45 になり、先ほどの、ごめんなさいね、先ほどのこの計算式がある。2キロの場合 7.5 だから、4キロの場合は約15ぐらいなんですね。4キロがね。だから、この、塩化物用コンクリート中の塩化物用量の必要量に応じて、亜硝酸リチウム水溶液の必要量、これ水溶液の必要量が、この程度になりますよということで、まあ、計算ができるんですね。モルヒ1の場合ね。で、これは計算ができるような形で設計施工指針を作ったということでありますね。すいませんね。それで次はね、あれ、アルカリシリカ反応の場合はね、リチウムイオンが効くわけですね。アルカリシリカ反応ってどんなものかというとですね、こんなね、これ、のり面の溶液なんかはね、これ水が介在するから、水介在するから、これ、表面から防水したらいいんじゃないかと。背面から水が来るから、表面から防水処置するとですね、なおさら開くんですよね。だからこれはもうしょうがないですね。で、こういうね、水平方向のひび割れが入ったりですね。これこれはね、天板、防波堤の天板にこう入るんですね。天板に入った。こういうの入ると、
アルカリシリ反応だと、こういうカメノコ状みたいなものも入ったりするんですね。こういうのが入るとアルカリシリ反応だというのを判断した。広島とかね、まあ、島根、鳥取も多いし、山陰、北陸も多いですね。結構多いですよ。全国的に多いですね。北海道でもありますし、大分も多いですね。鹿児島にもありますね。ということで、まあ、全国にありますから、アルカリシリ化反応を見つけたら、対策を講じた方がいい。対策はどうするかというとですね、これ骨材、ある種の骨材ですね、ある種の骨材で、まあ、反応性シリカを持っている骨材で、コンクリートのナトリウムとかカリウムとかのアルカリと反応してですね、表面に骨材が反応してシリカのゲルができることがあるんですね。でそういう骨材を使った場合はシリカのゲルというのはですね、吸水膨張するんですね。水を含めてね、どんどん広がっていくんですよ。どんどん広がっていくと、膨張してですね、今度コンクリート表面にひび割れが入ったりすることがあるんですね。ひび割れが入る、水をどんどん吸収してひび割れが入るもんだから、今度ひび割れを抑制しなきゃいけない。入るの。膨張を抑制する必要があるんですよね。で、膨張を抑制するのに、リチウムイオンが効くんですね。リチウムイオン。リチウムイオンが入って、このアルカリシリカゲルが非膨張化するんですよ。まあ、化学反応とこんな書いてますが、非膨張化する。ナトリウムに、リチウムはイオン交換してですね。非膨張化する。そうすると、もう膨張しませんから、水を、まあ、弾いてくれるということでですね、膨張が止まるということで、まあ、膨張を止めるために、亜硝酸リチウムのリチウムイオンを付与するという方法を取るんですね。じゃあどのくらいのアルカリ含有量に対して亜硝酸リチウムのどのくらいの量が必要かというのが、この設計施工指針には書かれてましてですね、先ほどの話でいくと、まあ塩化物用のモル比1だったんですが、モル比は 0.8 でいいんじゃないかということで計算すると、アルカリ、コンクリート中のアルカリ量に対して、亜硝酸リチウムの水溶液の必要量をね、このくらいにしたらいいんじゃないかということで、例えばアルカリ量が4キロ、ナトリウムカリウムもね、4キロあったとすると、何ぼかな、13.6 ぐらい。13.6 ぐらい。亜硝酸リチウム水溶液の必要量が 13.6 キロぐらいあれば、アルカリ量が高い。アルカリ量高いとアルカリシリカ反応を起こしますからね。アルカリ量に対してそのくらい入れたらいいんじゃないかと、まあ、設計施工指針では書かれているんですね。これまためんどくさい式をちょっと紹介しますとね、アルカリ含有量4キロの場合ですね、やっぱりな、NH2O の分子量が62で、リチウムイオンの分子量が 52.5 で計算するとね、こう K3 イコール K2 は 0.8 モル比 0.8 で計算するとこうなりますよということでですね、途中のややこしいものはちょっと省略してですね亜硝酸リチウムの亜硝酸リチウムねの必要量を X2 にすると 5.45 キロになると、で亜硝酸リチウムの水溶液 40% の水溶液にするとこの 5.45 を 0.40 で割ると 13.6 キロの亜硝酸リチウムの水溶液を入れるとちょうどモル比アルカリ含有量が4キロの場合にちょうどモル比 0.5 になりますよということで 13.6 キロというのが計算上出てくるということになるんです。これはだからまあもっと安全側にしようと思うと亜硝酸リチウム水溶液をもっと増やせばいいんですが、まあ、アルカリが付与されたりするともっと増やさなきゃいけないかもしれませんが、まあ、これは適宜標準量として
4キロの場合 13.6 キロにしたらいいですよということが設計施工指針の中では提案されているということになります。途中計算いいですかね、途中の計算はあの分子量から計算するんですよ。分子量から計算してモル数を計算して A モル比を 0.8 にして、計算するとこうなります。去年はちょっと細かくこれ説明したんですが、今年はちょっと少し時間の関係で省略させていただきます。のことでですね、劣化因子と劣化レベルの置いた補修工法の提案に入っていきたいと思います。で、あの本編ではですね、塩害に対する劣化をと中性化に対する劣化とアルカリシリカ反応の劣化。塩害と中性化は鉄筋腐食を予防するという対策で、アルカリシリカ反応は骨材の非膨張化をやるための対策ということになりますが、これらの劣化に対して、補修方法がいろいろある。劣化のレベルに応じてまた補修の工法の選択があるということですね。表面眼振工法による補修とかは、まあ工法別1から6までに書いてますよということでですね、結構この設計施工指針は分かりやすく書いたつもりでありますが細かくなっております。で、先ほどお示しした表面方向とか表面やり補修工法とか内部圧入工法とかというのはそれぞれの工法がありまして、それぞれの工法は工法別指針の方にも書かれている。で、ここでの選択については共通編に書いているということになります。で、共通編の中の、3-1 の塩害対策のフローも書いておりまして、塩害対策のフローは、ちょっと次がいいかな。塩害というのはですね、先ほど劣化のパターンをちょっと紹介しましたが、潜伏期、ね、これ塩化物塩が入っている段階ですね。新天期というのはまだ、鉄筋は腐食をしているけど、ひび割れが入っていないという段階ね。で、ひび割れが入った段階から加速期、前期、後期と劣化期と至るということですね。で、入ってない段階は、表面眼振工法とか表面皮膚工法で、できるだけ塩化物イオンが入るのを追っかけて止めてやるということが可能なんですね。で、鉄筋がやや腐食してたとしても、表面眼振工法とか表面皮膚工法、断面修復というのは効きますね。ということで、ひび割れが入ると、ひび割れ注入工法とかが効果的になってくるわけですが、ひび割れ注入工法の他に、眼振工法とか表面皮膚、断面修復の選択もできるということになりますね。で、こういうのをですね、フローで示しておりましてですね、塩害の劣化が見えると、外観上の変状があるかないかということをまず判断しますね。外観上の変状がない場合は、これ予防保全段階ですね、潜伏期と新天期ですね、鉄筋塩害ですからね。で、変状がないんで、塩化物イオン濃度を測るんですね、これね、測らなきゃいけない。測って、腐食発生限界濃度に塩化物イオン濃度が達してないんであれば、潜伏期としての工法の選択ができると。で、腐食限界濃度に達している、でもまだ、腐食ひび割れは入ってない段階、新天期ですね。新天気としての対応ができるということなんですね。で、ひべるが入ってしまったら、これは加速器ですね。加速器でも、力学的性能の問題ない場合は、加速器前期と後期に分けるんですね。力学的な問題がある場合は、もうこれは劣化器として補強とかにしなきゃいけないんですね。で、ひべるが入ってる。入ってるけども、軽微であると、加速器、初期としての方法がある。
剥落等が起きていると、ちょっと後期としての候補選ということでですね、劣化の程度に応じては、劣化してないでも、新天気とか、扇風機とか新天気の程度に応じて、候補の選択ができるようにしているんですね。こういう候補の選択ができるんです。で、候補の選択をするときには、維持管理のシナリオを考慮しなきゃいけないですね。これはシナリオを考慮するというのは、どういうことかというと、軽微な補修をしておいて、点検強化しながら見ようかという方法とか、がっちりやろうかとかいう、あんまりもう、劣化させたくないから、できるだけ頑張って補修しとこうかとかいうふうな方法が、それぞれの機に応じてね、扇風機とか新天気とか加速機とかの機に応じて選択をする方法があるんで、これはそれぞれの方法に応じて維持管理のシナリオを考慮した候補の選定がありますよということをここでは述べているんですね。それで総合評価して劣化選定の劣化候補の決定をしましょうということでですね、立格的な性能が不足した場合はもう補強ですから、候補の選定がまた別途になる。こういうふうにですね、塩害対策においてはそれぞれの機に応じて候補の選定をしなきゃいけませんということで、これ詳細がですね、25ページに書かれているんですね。ということで、これがね、その候補の選定ができる方法として、選定方法として書いてある。シナリオに応じてね。中性化による鉄筋の不足もまた同じ、ほぼ同じですね。これは先ほどのが、何ページかな ?25 ページに書いてある。32ページに書いてあるんですね。中性化による鉄筋、これは中性化によるか塩害によるかで鉄筋の不足のパターンでほぼ同じでありまして、この場合ちょっと説明しておきますと、中性化残りでね、これを判断する。中性化残りが10ミリ以上あるんだったら、まだ鉄筋は、全く腐食してない、潜伏期としての対応ができる。中性化残りが10ミリ未満になると、鉄筋は腐食を開始していると判断できるわけですね。で、そうすると10ミリ未満になると、新天気としての候補選定になる。ひび割れが入っても、軽微であれば加速期前期。剥落等が生じると加速期後期で、もう力学的な性能が性能要求性能満足しないとなると劣化期の選定ということで、これまた維持管理のシナリオに考慮した候補の選定をしてですね、総合評価して対策を決定するということで、この中性化による場合は中性化残りが10ミリ未満か増加でよって扇風機新天気ひび割れがあるかないかによって、ここは同じですね。ということで、劣化過程に応じた補修方法の選定ができますよということが書いてあって、やはり同じように中性化環境の場合も、同じようにですね、工法の選定では、潜伏期では表面岩心とか表面被覆が、より効果的であるということと、新天気になったら、断面修復なんかも入ってくると。で、加速期になるとひび割れが入ってますから、ひび割れ注入工法というのが効果的にな、対策として提案できる、ね。潜伏期、新天気はひび割れ注入で、しようがありませんので、初期ひび割れの、初期ひび割れが入るものは、初期ひび割れの注入ができるかもしれませんが、初期ひび割れの鉄筋の不足とは全く、初期ひび割れでそんなに多く入りませんので、ここのひび割れ注入というのは、鉄筋の腐食によるひび割れを注入するという意味合いで理解していただいたらよろしいかなと思いますね。アルカリシリカ反応による劣化対策のフローについても紹介しておきますと、アルカリシリカ反応の場合は、予防保全段階というのは、返上がない段階ですね。事後保全というのはひび割れが入って剥離しているということで、ここはですね、新天気になりますともうひび割れが入りますので、予防保全段階というのは新天気になる前ですね、潜伏期としての場合ですから、これはちょっと
アルカリシリカ反応の疑いがありそうなものになりますが、ひび割れが入るともうその初期の段階で新天気としてもひび割れ入りますので、新天気がすでに、アルカリシリカ反応の膨張抑制の対策があるということになるんですね。で、ひび割れがかなり、ひどい場合、加速器になるということで、潜伏期、新天気、加速期と加速期初期、前期初期分けないで、加速期というふうな判断で、で、もうそれよりもひどいと劣化期。劣化期になると、アルカリシリカ反応によって、そのひび割れから鉄筋が腐食してしまっているというふうな段階だと理解していただいたらいいかと思いますね。力学的な性能が不足するだけで、鉄筋の腐食にまで至っているというような感じだと思いますね。いずれにしても、アルカリシリカ反応の、進展状態に応じて対策を講じるということですから、変状に対する対策と、将来的な進行抑制を考慮した候補選定みたいなものがあって、加速期になりますと、時間にシナリオを考慮した候補の選定が可能になるというふうなことですね。ちょっと鉄筋の腐食の状態とは違った劣化対策符号になっております。これは詳細が39ページに書かれているということであります。ということで、これがアルカリシリカ反応による対策ですが、潜伏期というのはまだ全然ひび割れが入っていない段階ですから、表面皮膚工法とか、表面眼振工法で、アルカリシリカ反応の疑いがある場合に、対策を講じると。で、ひび割れが入ってしまうとアルカリシリカ反応ということが分かってますので、膨張ひび割れの発生とかゲルが浸透している段階ですから、その段階では、特に防水庫はね、確実に必要ですし、表面皮膚とかひび割れ注入とか内部圧入なんかが効果的で、特にひどい場合はアルカリシリカ反応の劣化がひどい場合は内部圧入の方が望ましいということになると思いますね。劣化期になりますと今度は鉄筋の破断等している可能性がありますから、ちょっと場合によっては剥離取ってですね、鉄筋断面修復、鉄筋の、補強みたいなものが必要になってくるかもしれない。ということで、ちょっとアルカリシリカ反応の劣化過程と腐食法の選定は、他と違った対応が必要になってくるということになります。ということで、劣化要因別の補修候補の選定についての紹介だけ。これもほとんど後で、エラー先生の方からの報告がありますが、ちょっと横演習ということで、劣化要因別の補修候補の選定とですね、鉄筋の防食としての塩害と中性化対策としてはこんな工法があります。アルカリシリカ反応対策としてはこんな工法がありますということで、劣化要因別の補修候補の紹介をね、ちょっとしておりますね。方法の選定ですね。表面眼振候補ってどんな候補なのというと、鉄筋防食候補の場合は、表面からですね、亜硝酸リチウム系の眼振剤を塗布してですね、これが内部にこう浸透していくんですね。鉄筋防食の場合は、亜硝酸イオンが浸透していくんですね。で、不動体被膜を破ったものを再生してくれるということになるんですね。で、亜硝酸リチウム系の表面眼振剤というのは、これ、固化しないんですね。拡散していくんですね。拡散していくんで、表面から出ないようにしなきゃいけないんで、表面に何か塗らないからですね。で、シラン白木酸というのは撥水剤ですから、劣化因子がさらに入らないということと、これ外に出てこないようにするための、防水層ですね。ここ塗るんですね。で、亜硝酸リチウム系の表面眼振剤を効率的に鉄筋に、当ててやろうという工法でですね。
こんな塗ったりするというふうな方法ですね。で、表面被覆工法同じようなものですけども、下地処理した後で亜硝酸リチウムの表面含浸剤の塗布をして、亜硝酸リチウム含有のポリマーセメントペーストを表面被覆するんですね。で、さらに、まあ、高分子系の浸透防湿剤など塗ってですね、これ表面に出てこないように、してですね、内部にだけ亜硝酸イオンが浸透するようにすれば、鉄球の不透体被膜を再生するのではないかということで、こんな工法を、ね、塗ったりするという、ともにポリマーセメントペースト、亜硝酸リチウムが入ったポリマーセメントペーストを塗ってやるという方法は表面被覆工法として挙げられる。断面修復工法というのは、もう鉄筋が腐食膨張して、まあ、例えば減肉してるとかね、腐食膨張ってかなり膨張が激しいという場合には、鉄筋自体をこう、亜硝酸リチウム外のポリマーセメントに塗った方がより効果的ですから、はつっちゃおうということで、はつった後で、ここに亜硝酸リチウムを塗って、で、塗ったところにこう、こういうところにも、亜硝酸リチウムの表面含浸塗布をして、それで亜硝酸リチウム外のポリマーセメントで埋めてやろう。そうすると完璧に、この部分は、鉄筋の防湿効果がありますよということになる。ただ、まあ、その他のところもどうかというと、マクロセル腐食も、まあ、懸念されることにもなりますので、マクロセル腐食を防止のための、その他のところも対策を講じた方がいいということになりますので、まあ、それも含めて、断面修復工法としての鉄筋防食の選定をする必要があるということになると思います。それから、あれ。ヒビ割れ注入工法。これは鉄筋腐食でもう腐食膨張してヒビ割れが入ってるんですね、これ。鉄筋腐食した膨張というのは鉄筋に沿ってこう入りますから、そのひび割れから注入すると敵にストレートに当たりますから、ひび割れを介して敵に亜硝酸イオンを付与してやろうということですね。より効率的にひび割れ注入できるんですが、一箇所から注入してずっと染み渡るとありませんので、適当な間隔を置いてひび割れ注入をしなきゃいけないということになりますね。こんな注入の授業です。これバネがあってですね、ここに、亜硝酸リチウムを先行注入するセメント系のですね、まずは亜硝酸リチウムを、まあ、ここに入れて先行注入した後で、超微粒子のセメント系の樹脂で注入するということの2段階の注入するんですが、まあ、方法的に言えば、あとで説明はあるのかな、ないのかな。まず、この、ザガネを、こう注入するザガネを取り付けてね、その他のところからこう注入したものが漏れ出しちゃいけませんから、ひび割れのシールをするんですね、こうシール。ひび割れをする。ザガネを取り付けてシールする。でザガネのところから、亜硝酸リチウムを溶液、水溶液をね、注入して、注入した後で、こうひび割れ埋めてやるんですね。埋めてやらないと出てきますから、埋めてやるんですね。まあ、セメント系の無機系の注入剤ですが、まあ、微粒子のセメントを使った注入剤が望ましいですね。それで、あとは、このザガネを撤去してね、こう、塞いであれば、ここは、フロタ被膜は再生された状態で残るということになりますから、ひび割れ注入。鉄筋の腐食膨張したひび割れが入った段階では効果的だということ。あとね、内部注入、内部圧入工法で、簡易型と内部圧入工法とあるんですが、簡易型の場合は、鉄筋
のところにこう当てるためにこういうそのこういうね、ある圧力をベイビーコンプレッサーでいいんですが、ある圧力をここにかけておりますと圧力注入できるわけですね。でこれでまああの、ひび割れが入ってないところも鉄筋の防食のための硝酸リチウムの付与ができるのではないかということで、こんなものをつけると、まあ、割と予防保全的にも可能だということになりますね。ということでですね、圧入方法の説明がちょっと抜けておりますが、表面眼振工法のアルカリシリカ反応の、圧入工法は預かりシリカ反応、アルカリシリカ反応の対策としては、これ、敵が関係ありませんので、骨材が吸水膨張しないようにするためには、内部眼振工法も、まあ、より、予防的な段階では効果的なんですね。で、まあ、下地処理をした後で、亜硝酸リチウムの表面眼振剤を塗って、徐々に浸透する。だからいきなり非膨張化するんじゃなくて、まあ、到達したら非膨張化してくれますよというふうなアルカリシリカ反応の表面眼振工法というのが考えられるわけですね。で、まあ、これ同じように亜硝酸リチウム系の表面眼振剤を投与して、まあ、水溶液を、ね、投与して、シラン白木酸でまあ、これ浸透した後で、シラン白木酸で表面とすると出てこない。で、なおかつシラン白木酸撥水剤ですから、外部から水の侵入とかが入ってこないということになりますので、まあ、より効果的に効くということになる。で、アルカリシリカ反応の表面被覆工法、まあ、同じですね。敵があるかないかだけですね。リチウムイオンが侵入していって、アルカリシリカ反応の抑制をしてくれるんじゃないかということで、まあ、割と予防的な段階でアルカリシリカゲルを非膨張化することができるということになる。まあ、こんなね、ペースト、亜硝酸リチウム含有のセメントペーストを塗っていくんですね。塗っていくという工法ですね。で、亜硝酸、アルカリシリカ反応でもういっぱい亀の子状のひび割れが入ってしまうと、そのひび割れを通して、亜硝酸リチウムを注入するのが、まあ、より効果的ですからね、こんな形でひび割れに対してですね、まあ、やはり座金をつけて、ひび割れ全部から入れるんじゃなくて、ある間隔で入れなきゃいけませんので、座金をつけてですね、これ注入する座金をつけてですね、ひび割れの他の部分をシールして、シールの跡がちょっと違うな。ここら辺をシールしてですね。で、亜硝酸リチウムの水溶液を注入して、水溶液ですから、低粘性の亜硝酸リチウム水溶液をね、低粘してやる、注入するやつですね。そうすると、まあ、浸透をしてですね、アルカリシリカ反応が止まると。ということですね。で、あとは無機系のセメント系の注入剤でもうひび割れを閉じてやると、何事もなかったような感じになってくるということで、座金を撤去して終わりというアルカリシリカ反応のひび割れ注入工法としてはこんな工法がありますよということですね。で、圧入工法というのがあってですね、まあ、これは、まあ桁のアバットの部分ですね、アバットの部分が全体がアルカリシリカ反応になってますよということが、まあ、結構ありますよね、結構よくある劣化のパターンですが、まあ、その実力で受けてるから、それほど問題はないということはあるかもしれませんが、鉄筋の腐食よりもアルカリシリカ反応によって、まあ、圧縮強度が少し欠如することの方が問題だから、
腐食膨張を止めてひび割れが入らないようにしといた方がいいよというようなものが結構あの橋脚のこうアバットの部分で、ね、ありますの でこういう場合はできるだけ奥の方まで注入した方がいいよということで、まあ、高圧注入するんですね。高圧でやらないとこうなかなか浸透していきませんので高圧注入するんですね。結構深く掘ってですね、高圧注入するんで、まあ、こんなあのこんなパイプをあの削工してですね、ある程度こう範囲はあのだからひび割れ先ほどのひび割れ注入はひび割れを返してやるんですが、これはひび割れが入ってない段階でもやれますので、こういう圧入をしてですね、まあ、ひび割れが入るとその周辺にも渡りやすくなりますけども、そういう状況で圧入してコンクリートのアパート全体のアルカリシリカ反応のシリカゲルの非膨張化を図ろうという工法として内部圧入工法があるということであります。でここまでが共通編に書かれているんですよね。共通編に書かれているんで、その後は工法別にまたあの、まあ、縦横の関係で書いてますから、工法別に、表面含浸工法はどうするか、これは工法別のところはですね、使用材料の選定とか設計値の決め方とか施工管理の事例とかも含めて書いてあるんですね。で、指針では40ページ以降が161ページに、まあ、書いてあるんですね。もうちょっと170ページぐらいあるのかな、ぐらいあるような指針になります。で、表面被覆工法も使用材料とか設計とか施工管理の事例とかを書いてですね、まあ、主に事例的な検討が書かれているということになります。ちょっと簡単に工法別の補修工法の紹介を簡単にします。表面含浸工法の設計施工と管理の事例としては、使用材料は亜硝酸リチウム水溶液ですね。と、まあ、それが出てこないように、破水剤として白蘭白木酸の表面含浸剤というのが提案になります。設計量の計算をしてですね、塗布量は、まあ、この水溶液の量を計算すると、平米あたりで、コンマ3キロぐらいが標準量じゃないかということで、平米あたりでコンマ3キロぐらいになっております。施工方法は下地処理した後で、亜硝酸リチウム系の表面含浸剤を塗布して養生する、ね、で表面水分が 6% 以下になった段階で白蘭白木酸という表面含浸剤を塗布して養生して終わりという方法ですということですね。表面含浸剤、塗るのはちょっと粘性の高いタイプのブルーの亜硝酸リチウムの水溶液を塗る。白蘭白木酸というのは、いや、これはネトッとした材料ですね。こういうの、白色のジェル状になったものを塗っていくということであります。で、塩化物用量の設計量に対して、どのくらい塗るかというのが、コマ3キロ、亜硝酸リチウム水溶液のね、コマ3キロというのが、まあ、これは塩化物用量の多くなるとそれらに増やしていくということで、まあ、簡易な算定表みたいなものがついておりますので、塩化物用量が多くて、浸透深さが多いと平米あたりの1キロぐらいいりますよということですが、標準量はまあコンマ3キロぐらいということで、あります、まあ、それ以上になると要件というふうなことで、設計塗布量の計算結果も出ている。中性化に対しては、浸透深さが、まあ、コンマ3キロにするけども、もっと深いところまでするんだったらコンマ4キロ、それ以上だったら別途検討ということで、標準塗布量は3キロ平米あたりということで、中性化深さが大きい場合は、まあ、増量しましょうということになっております。
で、施工手順、まあ、下地処理をして、圧勝さんに注文、これ、ローラーで塗っておりますが、塗ってですね、12時間後、養生、以上養生してですね、まあ、内部浸透するのに少し時間かかりますので、で表面が、6% 以上の水分率、まあ、水分計で測ってですね、になったら、シナリスオキサンを塗って、さらに養生しましょうというふうな工法手順ですね。品質管理出来型とかいうのは、これは後で見ていただいたらいいですが、まあ、そういうことも書いてあります。表面被覆工法の事例ですが、表面被覆工法は、亜硝酸リチウム系の岩質や塗布、下地処理した後で塗布してですね、養生して、今度はポリマーセメントを、モルタルを、亜硝酸リチウムを含有したポリマーセメントモルタルをここに塗るんですね。それで、まあ、亜硝酸イオンが、イオン拡散してくれますからね。それで表面に出てこないように、これ養生後ですね、12時間ぐらい経った方がいいということですが、高分子系の浸透性防水剤を塗ってですね、外に出てこないようにして、まあ、養生して、完了というのが表面被覆工法の事例になります。断面修復工法ね。断面修復工法は、断面修復する工法というのは、まあ、一般的には、まあ、左官、小規模の場合は左官工法を使うんですが、小規模か大規模であればですね、まあ、吹き付けたりですね、する工法もあります。吹き付け工法でやる。断面だったら吹き付け工法でやった方がいいのかもしれない。大断面だったね。まあ、小断面の場合は、こんな形で、切り取ってですね、まあ、左官のコテで押さえるというふうなことでということでありますが、まあ、先ほどの工法と同じような方法でですね。で、ひび割れ注入工法を紹介すると、ひび割れ注入工法には、亜硝酸リチウム水溶液が低粘性の、黄色いやつですね、黄色いやつを使う。これ浸透性を良くするために少し低粘性のもので、だけど 40% は濃度ですよということで、できるだけ水を減らした水溶液になっているという工法ですね。で、ひび割れ注入工法の施工手順。見ますと、ちょっとすいませんね。下地処理をするということですが、まあ、これちょっと下地処理をしてますね。で、座金を取り付ける、ね。座金というのは、注入ジグを取り付ける座金ですね。座金を取り付ける。で、シールをするとね、シール。座金以外のところから漏れ出さないように、まあ、シールをするということですね。で、亜硝酸リチウムの浸透拡散型亜硝酸リチウムの水液、これ、低粘性のやつを、まずこれ注入してですね、鉄筋の位置の亜硝酸リチウム、亜硝酸イオンがしっかり、行き渡るように先行注入をする。先行注入している状態は、まあ、これですかね。で、その先行注入が終わるとですね、今度はひび割れを閉じてやらなきゃいけませんので、ひび割れを閉じてやるために、上部有刺セメント系のひび割れ注入剤、ね、を注入するということで、まあ、硝酸リチウム入った方がいいですね。で、硬化後に養生する。で、まあ、この座金を取り外して、まあ、仕上げるということをやればですね、ひび割れが全く見えなくて、内部の鉄筋が、まあ、腐食膨張しないとかね、アルカリシリカ反応の抑制効果があるとかね、そういう効果がありますから、ひび割れ注入法の施工手順の紹介ですね。これ大体お分かりだと思いますね。で、内部圧入工法の事例ですが、
これちょっと写真の写りが悪いんで恐縮ですが、こういうその道具を使ってですね、内部圧入ですから、この削光してですね、削光計は何ミリぐらいだった ?10 ミリぐらいだったかな。で、削光してですね、こうずっと全部同じような圧力で、圧入していくということで、これは鏡台の場合のアルカリシリカ反応の対象とした圧入効果ですね。これは鏡脚の場合の圧力効果ですね。まあ、適当な感覚で、この圧入をの削光してですね、全体に行き渡るような範囲でやる。高強度の場合ですと浸透深さが少し狭いから、ちょっとピッチを小さくしなきゃいけないかもしれませんね。ということでですね、まあ、こういうふうな感じで、圧入する。これは大型鏡視帯によって検証実験をしている時の模様ですかね、でありますね。それと、簡易型の圧入工法の事例ですね。これは、まあ、簡易型の圧入工法も、こういう、ここにですね、シリンダーの中に、入ってですね、圧入していくと。これはリハビリカプセル工法というような感じで、リハビリカプセル工法ということで呼んでますが、対象はですね、やっぱり塩害と中性化による鉄筋腐食の劣化とアルカリシリカ反応による劣化の防止に効果的であると。で、まあ、ベビーコンプレッサーを使えばいいということになりますから、となると簡易にできるんですが、まあ、まあ、ちょっと、ジグ見ると大変そうに見えるんですが、割と簡易な圧入工法として適用できるということで、簡易型の圧入工法というような形で言っております。ということでですね、ちょっと早めに、5分ぐらい早めに終わりそうですが、最後にですね、今回の亜硝酸リチウムイオンを水溶液を用いた補修の設計施工指針案の紹介ですが、塩害と中性化とアルカリシリカ反応に効果的ですよということで、それぞれの劣化レベル、劣化グレードに応じていろんな工法の選択ができますということで、結構そういう意味ではいろんな選択肢がありますので、この設計施工指針を上手に活用していただいてですね、健康寿命を伸ばすということを、頑張っていただければですね、我が国のインフラがより長持ちしてですね、今カーボンニュートラルとか言ってますけども、長持ちさせることこそがカーボンニュートラルになるんですよね。二酸化炭素をコンクリートが、使ってるということですが、長持ちさせればさせるだけですね、1年間あたりの二酸化炭素の排出量は少なくなるわけですから、そういう健康寿命を伸ばすということがカーボンニュートラルにも貢献しますということを考えていただいてですね、この指針を適切に使っていただければと思います。ということで、私の説明を約3分ぐらい前に終わりました。ということで終わりにしたいと思います。